今スタートいたしました。横一線、一線並んで飛び込んでいきます。集団になっているところと、はい、単独で泳いでいるところありますね、はい、やはり集団になりますと体がぶつかりますので、結構これはきついんですね、はい、さあ単独で上がってきたのは瀬川のようです。いや来ましたね。ここはですね、スイム、バイク、ランの各種目の合間をトランジションというんですけれども、ここはスイムからバイクへの乗り換えになるわけなんですが、はい、ここはポイントですね、はい、まずあのヘルメットを一発でカチンとですね、ストラップを締められるか、はい、そしてバイクに飛び乗った後にシューズをポンと入れられるか、はい、この差が意外と大きな差になります。さあスイムでは2位以下に大きな差を広げた瀬川がちょっと遅れを取ってますね、はい、あの佐藤選手がですね、やはり自転車の実力がありますので、はい、むしろですね、あの佐藤選手が瀬川を切ったという形でしょうね。はい、さあやっぱり逃げ切るのは難しいという感じ。第一パックのローテーションは、そして女子ランの最終週、もうこれ優勝決まるでしょうか。雲野南、そうですね、もう最後のですね頑張りですね、はい、はい、来ました。女子いよいよフィニッシュになります。いやー来ましたね、高校2年生ジャパンカップ第一戦を、はい、久保野南エリートクラスジャパンカップシリーズ、いや嬉しそうですね、笑顔ですね、はい、笑顔での嬉しい嬉しい初優勝ということになりました。いや頑張りましたね。さて、これですねエイジクラスを紹介しましょう。エリートクラスのレースの前に年齢別によってクラス分けがされるエイジクラス、いわゆる一般の部のレースが行われました。非常に高齢の方から外国の方までたくさんの方がいらっしゃるんですね。トライアスロンの場合はですね、はい、まあ、私が見た中でも世界選手権で80歳代、ええ、こういった年齢の方までトライアスロンを、もう楽しむことができますよ、はい、そして、まあ、この大会でもやってると思うんですが、まあ、小学生の部もあるんですよね、はいはい、だからキッズ小学生のレースもあるわけで、まあ、この春ですから小学校1年生は数日前まで幼稚園児、本当ですよね、はい、さらにこちらトライアスロンの会場にはエキスポも開催と、だいたいですねトライアスロンの会場こういった形で、はい、トライアスロンのグッズであったり地元の、まあ、あのそういったね、はい、あの特色のあるものを売っていただいたりとか、楽しむことができますね。またあの選手と間近で触れ合うこともそうですね、あのこの会場にもトップ選手たちがあの顔を見せてますよ。はい、さあそして男子スタートいたしました。はい、そして今回の勢力図なんですけれども、あの山本涼介選手、細田選手、田山選手はですね、はい、まあ、3人がオリンピックの経験者なんですが、ええ、それに続く若手がこの大会に出てきております。男子バイク4周目第1パックになります。第1パック7名、大きな集団になりました。後続の第2パックとはすでに1分以上の開きがあります。第1パック5名がトランジション、まあ、その中でも山本選手がちょっと遅れ気味でね行きましたね、はい、前田がどうやら1番に飛び出してきました。いいですね、はい、おっとペナルティーですか、はい、山本涼介選手ペナルティーですね。水泳上がってきた後の、はい、スイムキャップが、ボックスの中にちゃんと入っていなかった、はい、そして今山本がペナルティーボックスに入りました、はい、前田涼介が逃げ切りそうですね、はい、ウィニングロードに入っています。いや来ましたね、これは前田選手逃げ切りそうですね。はい、トライアスロンジャパンカップ沖縄大会男子もどうやら新たなウィーナーの誕生です。なんと19歳前田選手が勝ちました、はい、エリートクラスジャパンカップシリーズ初優勝。解説は日本トライアスロン連合情報戦略医科学院長の村上浩二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。